どうも適当なトヨちゃんガレージです。今日はですね、中山レーシングからあれが届きました。ウォッシャー液タンク、ウィンドウォッシャータンク。なので今日はそいつの取り付けを やっていきます。でげでん、お、ちゃんとパッキンまでついてます。これね、パッキンついてるかどうか電話で確認したんですよ。で、ちゃんとあるっていうことを確認して買いました。形状全く同じですね。ネジもちゃんと、取り付けネジもちゃんとついてると思うけど、こっちがないな。一緒についてるのかな。多分一緒になってると思います。で、あともう一つ、これも買いました。これ何かというと、燃料タンクのリターンホース、ガソリンのリターンホースです。俺これアストロの安いやつを使っちゃったんで、ちゃんとインジェクション用のちゃんとしたガソリンホースを買いましたんで、これは今回は交換しないけど、おいおいやっていきます。これも買いました。2300円ぐらいかな。で、このタンクがめっちゃ安い。このタンクが1400円とかそんなもんでしたね。じゃあ早速交換していきます。交換というか取り付けていきます。エンジンルームオープン。まあ、今これついてるだけなんで、とりあえず外します。まさかこんなウィンドウォッシャータンクがさ、パッキンから水が漏れてくるなんて思ってもいなかったから、まさかびっくりだよね。まああるあるかな、こういうのは。取りましたと。で、この中にポンプが入ってます。なくすといけないんで、この中に入れておいたっていうね。そしたら取れなくなりました。やばい。はい、取れました。これは再使用。ただここのパッキンだけ交換。あ、もうほらこうやってひび割れしてるもん。それはダメだよ。もうこんな状態ですからね。これはもうポイします。じゃあ新しい燃料タンク開封して取り付けていく。今日はそれだけ。わあ、やっぱ新品いいな。やっぱエンジンルーム綺麗になってくるとさ、汚いパーツ目立つからさ、こういう綺麗なパーツがにできるだけしていきたいよね。だからさ、俺もヤフオクでさ、なんか700円ぐらいで買って、送料が1400円ぐらいで、合計2000いくらだったラジエーターのエキスパンションタンク、こいつ、これも新品買えばよかった。なんならこれとそのエキスパンションタンクセットで5000円ぐらいで売ってたんですよ、中山レーシングに。ちょっとミスったなって思いました。え、ちょっと待って、しかもさ、これさ、同じ電装やん。全く変わってないってこと？製造業者というか、あれが変わってないね。ほら、見えるかな？カメラで映るか分かんないんですけど、両方とも電装って書いてあります。品番も全く同じかな。それは同じだよね。まあ、同じです。両方ともしかもメイドインジャパン、素晴らしい。これが、うん、やっぱこんなパーツまで新品出るっていうのはすごくありがたいですよね。インストールしていきたいと思います。まず燃料ポンプ、あ、じゃあポンプじゃないわ、燃料ポンプじゃないわ、この、ウォッシャーポンプをインします。これを外してやった方がいいのか。外してここにつけて、で、一緒にはめるっていう感じかな。その方がいいと思う。見えるかな。ちょっと結構きついよこれ。壊すなよ。ちょっと待って、硬い、めっちゃ硬い。シリコンスプレーちょっと塗ってみよう。ちょっとなかなかはまらないんで、シリコンスプレー吹きつけます。ちょっとね、これでスルッと入るでしょ。おっ、はまった。やっぱりシリコンスプレーですね。で、あとは
ホースをはめます。はい、こんな感じにセッティング終わりましたんで、ネジもちゃんと2つ2本ついてました。じゃあこれ車につけます。うわ、やっぱ新品最高だわ。じゃああとはウォッシャーポンプのホースをしっかりと接続したら終了。そしてタンクに水を入れます。この前入れたら漏れてきてしまったやつをまた抜いておいたんで、これをまたそのまま入れます。もう水で希釈してあります。これはちょっと少ねえな。あ、もうちょっと水入れます。はい、これで完璧でしょう。よし、あ、蓋の締まりもやっぱいいね、新品は。うわ、マジでいいわ。タンクがピッカピカになると、もうこっちを変えたくなるね、次は。これがめっちゃ汚い。まあそのうちお金が貯まったら買いますか。って考えてくると、こういうブレーキフルードのタンクとかも、クラッチフルードのタンクとかも綺麗にしたくなってくる。ぬ、いわゆる沼にはまるっていうやつかね。まあでも大方は結構綺麗にした方だと思うけどね。まず一番大きなエンジンとかインマニとか綺麗にしたし、駅マニは磨いてないけど、だいぶ仕上がってまいりました。これちょっとウォッシャー液が出るかどうか確認してみよう。あ、いけね、忘れてたよ。ウォッシャーポンプにコネクタを接続するのを忘れてました。えいや、はい、接続しました。じゃあちょっとワイパー、ウォッシャー液出してみましょう。 100% 出ると分かっていても、この車の場合は分からないので。オッケー、完璧でございます。やっぱりちゃんと出るべきものが出て、動くべきものが動くというのは嬉しいことです。大変光栄なことでございます。やべ、今日の動画めちゃくちゃ短いけど、これで終わりです。はい、ということで今日の動画は、ぶち壊れたウォッシャータンクを交換するだけという動画になります。じゃあ今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、あと一つ追加です。あのメインチャンネルの方で、このウェザーストリップどこから外したのか分かんねえなみたいなこと言ってて、でボンネットのやつかなっていう感じでこうやってつけたら違ったっていうことを動画内で言ったら、これボンネットのこれエンジンルームのここのやつだよっていうコメントがあったんで、で自分の動画見返したらね、確かにそこについてました。なのでちょっと今つけます。すごいね、みんなよく気づくね、すげえな。ここのやつ、エンジンルームに水が入らないためのものなのかなっていうやつなので、ここにはめるっていうね。よいしょ。ところどころクリップがなくなってるけど、まあ仕方がないですね。おお、こういうことか。すげえ、しっくりくるわ。そう言われてみたらしっくりくるね。ここのウェザーストリップということでした。今しっかりつけました。で本来だったらエンジンルームのここにもあるんだけど、それは俺のやつには最初からついていませんでしたっていうことです。これでエンジンルームを閉めれば、これで閉めればドンと、こうこっちから見た時に、まあわかんない、まあ見えないね、見えないけど、まあなんかそのエンジンルームからの熱気でフロントガラスが曇るみたいなことがなくなるのかな、そういうためのやつだと思う、多分ね。はい、じゃあ補足でした。以上です。